女神たるもの、ここは私たちしかいないんだから。それに私知ってるよ、ノワールってば。仕事の後にお風呂入るとあーっておじさんみたいに深くため息つくこと。何よそれ。てかそんなこと誰から聞いたのよ。ユニちゃんだよ。この間ノワールがこっそり出したコスプレ写真集と交換で教えてもらったんだ。てかなんであんたがそんなもの持ってるのよ。あれは知り合いに頼んで限定で100部しか刷ってないはずなのに。世界とは意外と狭いものなのだよ。まさかとは思うけど、まだ持ってたりしないわよね。自分で見る用1冊と保存用1冊と布教用で3冊あるから。ユニが取引に応じたことには突っ込まないのに。あら、どうしたの。気のせいだったらいいのですが、あちらからこちらに何か向かってきてません？向こう？ええ、ずっと向こうですわ。そう、モンスターの群れですわ。しかもすごい数ね。モンスターの進行方向からの予想ですが、おそらくここの出口に向かっているんじゃないかしら。となると意地でも死守しねえとな。ですわね。あんなに大量のモンスターを通してしまったらゲーム業界中がパニックになってしまいますわ。ですがこの数、私たちだけでは少々荷が重いかもしれませんわね。ごめんなさい、こんなことになるならユニたちを連れてくれば。誰もあなたを責めてませんわよ。それにここでモンスターの群れと遭遇したのは、それに戦力を温存するのは兵法のセオリーですわ。そういうこった。分かったら二人もさっさと女神化しろ。そうね。おい、どうしたネプテューヌ。お前もさっさと。私あのモンスター知ってる。はあ、なんでお前だけ知ってんだよ。どこで会った。まさかゼロ次元ですの。あなたとネプギアちゃんだけが言ったという。一応確認するけど、見間違いとかじゃないわよね。うん、私のレトロゲームコレクションに誓って。この空間が続く先はゼロ次元ですわね。ですが、どうして。そんなもん考えるのなんだ後だ。ダメ。それじゃあゼロ次元のモンスターに私たちの力見せつけてやろうぜ。さあ、美しき戦いの始まりですわ。覚悟。相手が誰でもとどめよ。数だけは多いぜ。けど私たちの相手じゃなかったみたいね。私たちもボロボロだけどね。さて、これからどうする。もう少し先に進んでみる。この先がどうなっているのか気になりますが、まずは教会への報告が先ですわね。そうね、モンスターがあれだけとは考えられないし、対策はきちんと練るべきね。ですがまだモンスターがいる場合、戻っても大丈夫でしょうか。今回の進軍は私たちが運よく発見して食い止めたものの、今日。そうね、だからといって戦力を分散させるわけにもいかないし。じゃあさ、いっそのこと塞いじゃおうよ。塞ぐ？塞ぐって何でどうやって塞ぐのよ。それはもちろん前に危ないからってネプギアから没収したレイの物をこの辺りの壁に仕掛けてっと。うん、嫌な予感しかしないんだけど。それじゃあカウント開始。3、2、1、発破。まさか爆
爆破で崩した壁で道を塞ぐなんて。ここの壁壊せたのね。どう？これならモンスターも通れないよね。もうびっくりするじゃない。ごめん、私もまさかこれほどの威力だなんて思ってなくて。けどまあいいわ、これでモンスターの進行が止められたんだし、早くみんなの元に戻りましょう。はあ、そんなことされると困るよね、プッチ。その声はまさか。やあね、プッチ、久しぶりだね。ウズメ、なんでウズメがここにいるの？もしかしてやっぱりこの先はゼロ事件につながってるとか。大正解。そうさ、この先はゼロ次元と超次元の境界にできた、いわば次元の狭間にできた回廊。ねえネプテューヌ、あの子知り合いなの？うん、ほら前に話したゼロ次元の女神のウズメ。けどまさかこんなところで会うなんて奇遇だね。いいや、俺はただの引率さ。引率？けどさあネプッチ、モンスターどもを倒すならまだしも、せっかく開いた次元の回廊を塞ぐことはないんじゃないか？けどまあいいや。結果としてネプッチだけじゃなく、なんですの？まさかこれがネプテューヌがゼロ次元で戦ったという。でもどうして？あの子はネプテューヌと一緒にこいつを倒すために戦ったんでしょ？半分正解。え、これってどういうことなの？どうしてウズメがこいつを呼び出すの？今さらそんなことはどうでもいいさ。何せネプッチたちはこれからこいつらと妄想の渦に落ちるんだからね。現役の守護女神を捕獲と。まさか罠とは知らずにまんまとおびき出されてくれるなんてね。さて、それじゃあ俺らも戻るとしようか。君もこれで完全体にしてあげることができる。娘さんですよね。ギアッチじゃないか、久しぶりだね。俺としてはギアッチと思い出話に花を咲かせたいところだが、でも残念ながらギアッチはお呼びじゃない。君にはこれから始まるお祭りのためにも傷つけたくないんでね。待ってください。娘さん、お姉ちゃんを、お姉ちゃんたちを返してください。言っちゃダメよネプギア。止めないでユミちゃん、お姉ちゃんたちがさらわれちゃったんだよ。分かってるわよそんなこと。じゃあ止めないで、早く助けに行かなきゃ。お姉ちゃんたちが、ノワールさんだって連れてかれたんだよ。ならこんなところでもたもたしてないで早く助けてあげなきゃ。このいい加減落ち着きなさいよバカ。何らしくない取り乱し方してんのよ。ユニちゃん、私だってお姉ちゃんを助けたいわよ。けどね、こういう時だからこそ冷静に判断しなきゃいけないの。あんたも見たでしょ、あのでっかいのに捕まってるお姉ちゃんたちを。悔しいけどあいつらは私たち二人でどうにかなる問題じゃ。だから一度教会に戻りましょう。イストワールさんならきっと何とかしてくれるはずよね。お待たせ。